USJ USJ おはようございます。 USJ です。今日も朝ごはん食べれることが感謝です。早速食べます。今日食べるのはクリームチーズトーストです。じゃん、プレーンです。そして、もしかしたら途中で飽きちゃうかもしれないかなと思って、蜂蜜も一応用意しました。半分ぐらいはこれをかけて、蜂蜜とチーズと結構合います。相性がいいので、クリームチーズの上にかけても美味しいです。それでは早速いただきます。いただきまーす。うん。うん、うん、マウイです。うん、マウイ、香ばしい、めっちゃマウイ、うん、ああマウイ、うん、マウイ。プレーンだけじゃ飽きちゃうかなと思って蜂蜜持ってきたけど、これもうほんとプレーンだけで十分マウイだな。うん、このままこれで食べようかな。めっちゃマウイ、うん、マウイだ、うん、うん、プレーン、マウイ、照明はどうですかね。いろいろ試してますね、今ね。うん。朝からこれが食べれるのは幸せだ。本当に。マウイ。やっぱりちょっとだけかけよう。おいしいかも。蜂蜜でーす。マウイ。マウイ。最後の最後の一口です。最後の一口。あれ？なんや、来なかったわ、そういえば。ないようなためにちょっと取っとこうか。はい。うん。ごちそうさまです。終わりです。今日はですね、お知らせがあります。また最近ちょっとね、違うところでもウクレレを
教え始めました。なんとシラトンワイキキのプワプワというウクレレショップで無料体験コーナーというウクレレを無料で教える時間があるんですけど、そこで、金曜日だけ教えてます。金曜日の3時からと4時からのやつです。はい。なのでいつまで続くかわからないですけど、まだね、今もう 2回そこで教えたんですね。全然弾いたことのない人が、まあ一曲弾けるようにみたいな感じです。受ける人はね、なんかブッキングがあるみたいですね。予約みたいのを入れて、あんまり多くなるともうそれ以上は教えられなくなるので、ブッキングした方がいいと思いますけど、もしよかったら受けてみてください。多分毎日やってると思います。僕は金曜日だけ、金曜日担当になります。まあスケジュールはどうなるかわからない。僕はもういきなり不祥事を起こしてもう首にすぐになるかもしれませんし、はい、向こうの方が気に入ってもらえないとね、続けることはできないと思いますので、はい。ただ今のところ今2週終わりまして、多分来週も行くと思います。はい、お知らせです。はい、お時間のある方はシェラトンワイキキでお会いしましょう。それじゃあね、これはかけてないですからね、普通の顔でやってます。はい、じゃあね、またね、アフィホー、バイバイ。